最近撮った面白い動画は何だろう。最近撮った面白い動画を見せましょう。あ、そうだ。そう、なんか徹夜の服が穴だらけだったんで、塩のショットガンで撃ったら痛がりました。はじめ社長です。いや、まだあるぞ、まだあるぞ。事務所で編集してるトミックさんですね。横から見るとやはりこの伝わりますか。ビン出したくなる。これ確か電撃を当てるんですよ。何これ。あ、そう、電撃が走るあれをヨッチの鼻につけるやつ。つきました。ヨッチの顔は、あはは、楽しい毎日を過ごしております。はじめ社長です。質問コーナー、明日やります。なかなか静岡に帰ってくる時間がなかったんで、ちょっともうしばらく少々お待ちください。できればできれば明日出したいと思ってますので、今日は軽くいきますよ。今回なんです。あー、今回なんですけども、ツイッターであるリプライをいただきました。はじめ社長、リクエストとかってありですか。ある漫画で、メンタスコーラよりもマーベルチョコーラがやばいと呼んだので、いつかやってほしいです。自分でやるのは環境的に難しいので、あ、お菓子解禁してからでお願いします。安心しなさい。食べなければいいんです。後で誰かに食わせよう。というわけで、メントスコーラならぬ、マーブルチョココーラというのがすごいという噂を聞きつけたので、今回やっていこうと思います。もう、メントスコーラなんてどれだけやってないことか。お菓子から遠ざかってて全然やってないんですけど、もう全然大丈夫。もうお菓子の誘惑には全く通じません。もうお菓子に対する精神力がすごすぎて全然大丈夫です。コーラですね。安心してくれ、俺はもう今年は飲むことはないから。というわけで、今回こちらのマーブルチョコとコーラ、これを合わせたらなんかメントスコーラよりすごいみたいな噂を聞いた。この人も漫画で見たから分かんないんですけど、本当かどうかっていうのはちょっと分かんないんで、今回実際に確かめてみようと思います。ひとまず一回やろう。一回もメントスコーラ方式でやります。マーブルチョコってメントスと作りが一緒なんですよ。ひょっとしたらそのコーティングの成分的にはマーブルチョコの方が強いのかもしれない。それによってメントスコーラよりすごい爆発力になって、ひょっとしたらもうかもしれませんからね。いきますよ、いきますよ。もう一発ですからね。いきますよ、ほんといきますよ。もうすぐいきますから。懐かしすぎるこの感じ、たまらないぜ。3、2、1。なんか時間差でずっとなってるんですけど、なんかすごいマーブルチョコがここでうろちょろしてるんですよ、時間差で。なんかずっとコーラメントさほど反応はないんですけども、ずっと弱くずっと反応してる感じです。ずっとなんかね、マーブルチョコが劣ってるみたい。すごい。これ多分コーラじゃなくても反応する気がするんですよね。ダイレクトに全部入れちまおう。ほら、さあどうなる。うわー、全部すごい上がってきた。すごいんだけど、こっちの方がすごいよ。すごいすごい、ちょっと待って、こっちの方がすごいよ。なんか激しい、こっちすごい。うわ、すごい、なんかすごいね。あー、浮きそうで浮かない。あぶねー。はい、というわけでマーブルチョココーラやってみたんですけども、というか、まあコーラメントスとはちょっと違う方向的にすごかったです。ここら辺でマーブルチョコがすごい浮いたり沈んだり踊っていたので、幸せな気分になりました。はい、あ、もしもし、りょうくん。はい。マーブルチョコ欲しい？なめと